ジョージ4世の下で、イギリスの首相を務めた初代ゴドリッチ子爵フレデリック・ジョン・ドビンソン。サー・アトマス・ローレンスが、ナショナル・ポートレート・ギャラリー像。ゴドリッチ子爵はかつて存在した、イギリスの子爵。最初に受釈されたものは1706年、第12代ケント伯爵ヘンリー・グレイが、ケント公爵へ上されるにあたって、従属称号として与えられたヘレフォード州。 ゴドリッチ城のゴドリッチ施策である。ケント公爵は1710年にケント公爵へ少女されるが、息子に先立たれたためこれらの爵位は1740年の彼の死と共に断絶した。二度目の創設は1827年で、上記ケント公爵の女系の現存、フレデリック・ジョン・ドビンソンに対して、連合王国貴族として与えられた。彼は、トーリー党の政治家で、 財務大臣、イギリスの首相、陸軍、植民地大臣などといった閣僚職を歴任し、1833年にはリポン伯爵に少女された。その後、爵位は息子のジョージ、孫のフレデリックへと継承されたが、子供のいなかったフレデリックの死去により断絶した。ありがとうございます。